いいろんなな瞬間ののオーガズムみたいなのあって、でも究極マックスは撮影中のカチンコになってる間にその役を生きてるっていう時だとは思うけど、うん、役者としては。うん、外見は内面の一番外側だから何を着るとかっていうことも内面なんだっていう。 次はでですね、仕事の上での上幸福洋介さんが俳優ミュージシャンモデルとして一番幸福な瞬間もっと頑張ろうと思える瞬間ってどういう瞬間ですかなんかいろんな瞬間のオーガズムみたいなのはあって。はい、でも究極は 撮影中のカチンコになってる間にその役を生きてるっていう時だとは思うけど、うん、役者としては。うん、の例えば初めて台本を読んだ日、うん、役作りをすることなんかそれに向かってじゃあ例えばピアノ弾くならピアノを練習する例えばうんで現場に向かうで撮るここマックスでで 出来上がった作品を見るでそれが何だったら評価されてすごくなんだろう称賛を受けるとかっていうことはあってもその究極マックスオーガンズムは多分あのカチンコ鳴ってる瞬間にその演技をしているっていう,う役を生きてるっていう,う,う、ね、とこだと思う役者としては。音楽はライブかかな本とかって 書いてるし時間ってただ苦しいただただ苦しい気がするんですよね。うわ超楽しいって書いてるっていう出来上がって書き終えて、はい良かった。でそれが形になってっていうところは感じです。書いてる最中ってなんか苦行はいはい気がちょっとあれ違うよね。このマックスジーの場所がね。なスポーツ選手とかは例えばその瞬間じゃんきっと。そうですね。それをしてる。 例えばアイススケートの選手ならこのパーンってなってからゴールを切るまでのとかそれぞれになんかマックスチは仕事によって違うだろうけど、うん、幸運にもなんかそういうのが分かりやすい仕事だから、うん、モデルとかははまあ撮ってる時かなそのアウトプットを見た時よりも撮ってるとうそれは圧倒的に、ね、それは結果だからへ<ー>それこそゴルフのスイングじゃないけどまあ俺が半年で言うのもおこがましいけどふっ 乗ってる最中にたまたま球があってそいつがまっすぐ飛んだっていうのであってスイングの結果だから、うん、でも,もスイングが大事、うんで。結果あそこに飛んだあんなに飛んだっていうのがそれがなんか仕事のあれでいうとモデルもやっぱとってる時っていうのがやっぱ最頂点。うんうん 引退とかかって考えたりしますないからね。仕事を辞めた後、例えばまあ今良純さんも現状でもやってるからですけど例えば世界一周したいとかんないなか別で考えてるのかそれとも仕事はずっともう,までうそうだね、まあ、ボケちゃってもうおじいちゃんまたセリフ忘れちゃってとかなって迷惑すげえかけてる感じになっちゃったらやめた方がいいかなと思うけど。うんうん、特に自分から… うん、ここでじゃあもう僕引退みたいなのはする時はない,いう、ね、そうだねんかだから趣味みたいなとこがあるからさ<う>やりたいことを仕事にする時のメリットはそれなのかもしれないですねやめたいともそもそも思わない,いうそうだよね、うん、そうだねで一生できるっていうかそれに喜びを持ってこう向かい合えるっていうかう、ねうん、次が「かっこよく生きるということ」っていうんで洋、まあ、介さんの考えるかっこよさに、まあ、仮に10か条とか5か条とか 作るとしたたらどういっっものが,上がっていくかさっきの「モテたい」の話と全く一緒かなっていうやっぱ自分らしさ自分らしい,いそれをどこまで突き詰めるか昔見たテレビだけどもう10代の頃に職人さんしかも海外から来た職人さんの集合みたいなうん、うん、ちっちゃい本のさ紐のしおりをページに入れる作業ってさ機械がやってると思ってたの。うんうん あれ手作業だだったんだ、まあ、今は分かんないけど<ー>当時ねパッ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 ってこうやって挟んでくんだけどビビるのが全部同じページなのへえすごいですねとかドラム缶を運ぶ仕事してんだけどもう投げるんだドラム缶はパンパンのやつで重いやつ、はい、なんだけどこうやってカーブさしてコン コンってやってやあげくの派手に S 字いっちゃったりとかしてマジすかでポンとかをもう超コントロールしてそれこそもうゴルフとかのレベルじゃねえんじゃねえぐらいのとかきっとね賃金もそんなに高くないだろうし海外から来てやってる人だから特になんだけどなんかそのスキル持ってるって っていうことのかっこよさ。っていうのが、やっぱかっこいいなと思ってて、だから。さっきの質問の。うん。かっこよさ。外見的にあれに、あれするかもしれないですけど、ユキさんが前、その。ファッションっていうのは、その人のアイデンティティであったりとか、そういう生き様を。こう表す。表現というか。なんだ。 っててうう言われてた気がすするんですけども改めてファッションとか、うん、そういったものに関してはどうお考えですか、うん、そう思ってて、うん、俺のコスメのこ宣伝文句にもなってるんだけど、はい、その外見は内面の一番外側内面が一番外に出てるとこが外見だからはい、はい、だから何を着るとかどういう髪型をするとかっていうことも 内面なんだっていう,うん、うん、だから外見だけけじじゃゃ何もわかんねえわけじゃないいってううのは思ううん、うん、まあ俺の場合はだからそのまんまなんかうわすげえやべえコーディネートになっちゃってんなとかいう時とかあんのね<ー>これにこの靴はないわとかさ <laughs> 特にゴルフ行きだしてゴルフ用の服ってあるからクラブハウスに入るエリガールとか、はい、モックネックとか、はい、ジャケットとか。で たたまたま間違えちゃってさ <laughs> あの襟はあんだけどなんかパンツと全然合ってないとかそういう時とかは恥ずかしいなってなる時 <laughs> ちょいちょい出てきてて最近、えー、なんかこうただ、まあ、それでも自分が「おら!」っていれば、うん、そ,それなりに見えるっていう,うん、うん、よく言うあの、ね、安い服でもうん、うん、この人着てるとかっこいいとか高い服でも。 こいつが着てるとかっこ悪いとか、うんうん、なんかそういうのってなんかそう気持ちなのかなとも思うから、うん、そこをこう着れてればいいかなとは思うけど。特にファッションで、例えば、まあ、コーディネートとかもそうですけど、気にするところとか気を使うところとかあります。三十五ぐらいからディオールさんきっかけで、割とハイブランドとの仕事が、はい、あの増えてきて、うんうん、で。 そ,それまではどっちかっていうとちょっとアンチぐらいの感じだったのよ、はい、ストリートファッションもうストトリートだからって。はい、があのビトン・シュプリームでこうそこがくっついた感じが結構革命的だったんだけどストリートとハイブランドがあの融合できるようになったっていうのって、うん、俺20年ぐらい前からそうなればいいのにと思ってたの。うんなんだけど来ないから、うん、ハイブランドが降りてこないからはい、はい、もう。 別にいいや俺関係ないしって思ってずっとストリートの服着てたけど、うん、今はそこがミックスになってるから混ぜれんだよね、うん、そうするとその感じぐらいの四十三歳っていうぐらいでちょちょうど自分の気持ち的なバランスがなんかちょうどいいっていうのはあるあ<ー>よりそこが自由になった感じ、ね、うん確かに、えー、あとなんかこう盲目的に否定してたっていうかさうん、うん、手に入んないし高いしだから 着たくないっやいやいやだから今ねストリートブランドいた人たちもゴルフやってるからうん、うん、その人たちが作るゴルフウェアっていうのも今いっぱい出てきててそう,そういうのをやっぱこう身につけてゴルフやる、えー、ただ俺らのスタイルでやるけどある歴史だったりマナーはちゃんとやってかっこいいよねってなってるから。うんうん いいんだよ、俺ら、タンクトップでとか、そういうんじゃない。次が、洋介さんにとって不良とは。世の中で、良しとされてることを否定するっていう。洋介さん、まあ、読んで字のごと。<laughs> でも、俺は本当、ふ、前も言ったけどさ、不良として生きてきたわけじゃないし。結果不良みたいに思われてるとこあるけど。うん、俺ほど、なんかこう、真面目に。やろうと思ってたやつも少ないと思うから。うん。 結果、うん、あいつらがって誰ってわけじゃないわ、はい、社会が狂ってんだと思ってそれのアンチになっただけだから、うん、まあまあ真面目に社会に接しに行ってたからほ <laughs> はで、い、何だこれはと思ってまあいいわっつってこう自分のスタイルでやろうってなった方だから、うん、決して自分を不良だとは思ってないけど、うん、そういう定義なんだったら不良なのかなとは思う。うん 不良ですよね <laughs>。世の中のこう枠組みとかそういうのの常識とか,か合ってないようなものだからダダをこねてる。大きいい子供みたいなうんうん、うん。高校生とか中学生の時とかってこの学校に通うんだからこう生徒はこうしなきゃいけないこうあるべきだっていうのになるとそこからはみ出る人は不良ってなるじゃないですか、ね。うん、でも社会人だと、学校とかそういういの 会社勤めてたらあるのかもしれないですけどそれこそ不良の人たちが周りに大勢であれしてるともうそこでは不良ではなくなるじゃないですかうん、うん、それが常識になるというかうん、うん、何からもその中でははみ出して,ていないってなるからだからすごいやっぱ優しい人多いしさうん,、うん、なんかあれ 俺がおかしいのこれみたいな <laughs> 俺以外全員すごい入ってるみたいな時とかにもでも彼らはそんなことは別に気にもしてないし、うん、普通に仲良くさ、うん、飲めるし、うん、まあ最高だったねって言って、うん、家路につけるっていうか、うん、なんかそういうのばっかりだから。うん でそういう人たちがあの3・11の時に真っ先に助けに動いたし、うん、のも見てるし何なんっってていうね、うん、定義って久保塚洋介の人生攻略本もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば向き合い方付き合い方愛し方 捉え方伝え方バランスの取り方楽しみ方幸せの感じ方大切なことをシンプルに右横曲折上下左右急転直下あった窪塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法窪塚洋介の人生攻略法2024年 Thanks so much for coming. Please go home safely, and don't forget to always welcome on the wild side.